すいません。電池切れちゃった。まあそんな感じでしたと。これから、ドルシーも、スマイレージとか、あとは、ももクロもありますし、僕はもう行きません。もう無理です。もう、ちょっとしばらくは遠征しませんので、月に3回、遠征したらもう、アイドルの神から怒られます。行かれる方は、ちょっと確認しておいてください。別にぼったくられたり、店としては、廊下を挟んで、オープン、なんていうの、居酒屋みたいな感じで、なんで別に変なもん売らされたりですね、会員の登録でなんとかとか、そういう怪しいことはありませんので、チャームがいくらとかね、チャージがいくらとか、そういうのないんで、安心していってください。ただ結構、調子こいて頼むと結構、まあまあの値段にはなるという。まあいいや、こんな感じでした。サルサルンバ会支援？サルサルンバってなんだっけ？まあね。紹介してくれたグリオさんも言ってたんですけど、味は大したことないで、まあ、あれですけどね。まあ、その辺があれかなと。まあ、だから、新幹線結構早いですし、仙台終わってすぐ行くとなると、結構うろちょろ回るだけでもちょっと時間が取られちゃうっていうのはすごくもったいなかったりしますんで、パッと乗って、スッと乗って、ピッと乗っちゃうというんだったら、あの辺のビルはおすすめかなと。東口は特に、東口、北口か。北口、ゼプセンダーがある方の口は特に、お店が少ないですからね。もし行かれたら感想を聞かせてくださいと。ああ、そうか。ということで、ちょっと今日は中途半端になっちゃってすいません。まとめってわけじゃないんですけどね。まあ、これからも全然もうブログは生きてますんで、女子流のブログは、まあ、休みだからブログぐらい休んでほしいっていうのもなくもないんですけどね。彼女たちも、このメイティンが可愛いんだよな、これ。これからね、まあ、いろいろ、まあ練習があるから東京には来てるんだろうけど、